年越しの瞬間にやってはいけないことにせん。1つ目、年越しそばを食べる。年末の年越しそばには一年の厄を断ち切るという意味があり、新年にまたがって食べると厄を持ち越してしまうと言われているため、年越しそばは大晦日のうちに完食しよう。2つ目、お風呂に入る。大晦日のお風呂は年の湯といい、一年の厄と垢を落とすという意味があり、新年にまたがって風呂に入っていると厄を持ち越してしまうと言われているため、大晦日のお風呂は余裕を持って早めに入ろう。これで年越しもバッチリにゃ。